来年2月16日に開催される第12回熊本城マラソン2025。これまで通り歴史巡りフルマラソン、熊日30キロロードレース、城下町ファンランの出場枠が設けられ、今日専用のホームページでエントリーが始まりました。フルマラソンの定員は1万3000人。このうち3000人を初挑戦枠とし、抽選結果は10月に発表されます。また大会ボランティアについても先着4000人で募集が始まっています。熊本市によりますと、今年2月の大会では沿道に過去最多となるおよそ27万6000人が集まり、経済波及効果もおよそ25億1600万円と過去最高だったということです。熊本城マラソン2025は来年2月16日午前9時スタートです。